チェダブクトの戦いは、チェダブクトで、ウィリアム王戦争中の1690年6月3日に起きた戦闘である。この戦闘は、サー・ウィリアム・フィップスによるニューイングランドのアカディアへの軍事作戦の一環であった。ニューイングランド軍の規模は圧倒的で、首都のポートロワイヤル、そしてチェダブクトを制圧し、他の集落にも攻撃を仕掛けた。この戦闘の余波は、 それ以前のアカディア侵攻の時のものとは異なっていた。激しい攻撃により、多くのアカディア人がニューイングランド人に敵意を持つようになり、信頼関係を損ね、イングランド系住民との友好関係が困難になってしまった。1713年当時の地図。A がノバスコシア、B がマサチューセッツ湾植民地ボストン、C がカスコ湾である。1682年。 クレルボー・ベルジエは、他の商人たちを連れて、フランスのラ・ロシェルを立ち1682年、アカディア・カンパニーを創設し、漁業保護のためにサン、三類トリデを作った。主な港は、チェダブクト湾に集中しており、1686年には50人もの、漁師がいた。三類トリデの指揮官はドーファンド・モントルグイユだった。ニューイングランドのアカディア攻撃の裏には、様々な意図があった。 ある者は攻撃後のミクマク族やアカディア人との利益をめぐってその土台を築いておこうとしており、またある者はこの戦いの前に行われたポートロワイヤルの戦いの際、イングランド軍が悪だみをしたと主張するアカディア人を懲らしめるつもりだった。ポートロワイヤルが攻略された後、部隊長のシプリアン・サウザックはケープサーブルに赴いた。そこは彼が インディアンと同盟したフランス軍と戦った場所であった。また、サンルイトリデを征服した場であるチェダブクト、フランスの交易所を襲ったニューファンドランドにも足を運んだ。アカデアの首都を壊滅させたポートロワイヤルの戦いの一環として、フィップスはチェダブクトにサウザックト80人の兵を派遣したサンルイトリデの取り壊しとフランスの魚場を包囲するためであった。 三類砦の兵たちは、前回のポートロワイヤルの戦いとは違って、かなりの抵抗を見せ、なかなか降伏しなかった。兵たちは6時間もの間、取り出を守り抜いたが、ついには何発もの砲弾を食らって、取り出は焼け落ちた。サウザックはまた、総額5万クラウンにもなる魚を処分した。名誉ある降伏をした、中ン兵は、ニューファンドランドのプラセンティアに送られた。 ポートロワイヤルの史跡降伏により、総督と兵士たちは船でケベックに追われた。降伏前に約束されていたこれらの約束時にも、かかわらず、ニューイングランド軍は、降伏の後、12日間に及ぶ略奪行為を行った。彼らは、砦から大砲を外して、他の砦らしきものに構わず、狙いをつけた。この略奪がすべて終わった後、フィップスは農民に、 国王ウィリアム三世と女王メアリー二世に忠誠を誓わせようとしたが、農民たちは難色を示した。そこでフィップスは、教会や行政や軍事の権力者をボストンに連れ帰ることで、彼らの権限を取り除いてしまおうとした。権力者とは、二人の聖職者プチとトルウェ、総督のメネバル、そして五十八人の兵である。ポートロワイヤルを立つ前に、フィップスは、 臨時政府を作って、アカデアの指導者による議会を作ろうと申した。翌年、アカデアの新総督であるエドワード・ティングは、ポートロワイヤルに向かっていたところを、フランスのフリーゲート、ソレイユ・ダフリカに打破された。この船には、フランス人の新総督である、ロビノード・ビューボンが乗っていた。ティングと共にいたジョン・アルデンは、保虜交換の知らせを持って、ボストンに送り返され、ビューボンは、 前年に補修されていた60人ばかりの兵を解放した。カンパニー・オブ・ワカディアは様々な難題を抱え、1702年に解散した。また、三イトリでは1718年の肝臓襲撃で崩壊した。ありがとうございます。